どうも、リアルバック今日です。今日は朝からですね、スイート庄司氏とですね、動画でもあったように筋トレやって、そこからひたすらミットをやってですね、ちょっと脂肪燃焼など代謝アップをさせてましたね。いや楽しかったけど疲れたあ、でもいいっすね。ストレスさせになりますよ、ミット打ち、キックボクシングは。結構食事の制限とかもきついんで、なんかいいっすね。うさばらしになる、うん、でこれからですね、パーソナルが終わったんで、ちょっと大胸筋上部と肩のフロントをやっていきたいと思います。それではいきます。トレーニングと仕事が終わって家に帰ってきて、今寝るところですね、うん、今カロリーを3000キロカロリーから今週はですね2500キロカロリーに切って、最後の絞り込みをしています。さすがに結構ね疲労が溜まってきてますが、一応最後の追い込みも明日までなんで、明日まで頑張っていきたいと思います。それでは本日の動画はここまで。ではまた次回の動画でお会いしましょう。リアルバック今日でした。さよなら。